花園近鉄ライナーズは大阪府東大阪市をホストエリアとしてジャパンラグビーリーグ1に所属しているラグビーチームである。日本屈指の歴史と実績を有する社会人ラグビーの名門チームである。ホームグラウンドは東大阪市花園ラグビー場。愛称のライナーズは近鉄特急アーバンライナーに由来し、 ラグビーでのスピード感と力強さを表現している。チームマスコットは近鉄特急アーバンライナーネクストをモチーフとしたトライナー君が務めていたが、花園近鉄ライナーズへの解消を機にロゴエンブレムを一新するとともに、チームマスコットも近鉄特急火の鳥をモチーフにしたライナーマンに交代した。1927年。 大阪電気機動社員の有志が集まり、高安工場敷地でラグビーの練習を行った。この練習がきっかけで本格的にメンバーを募集し、チームができた。その後、花園ラグビー場が開設された1929年に大阪電気機動ラグビー部として正式に創設された。戦前、戦中は組織だった。全国大会はなかったが、 1936年3月の大阪実業団大会優勝をはじめ、同大会準優勝3回を誇る。しかし戦争が深まるにつけ次々に部員が召集され、あまり試合も練習もできなくなっていった。またホームグラウンドである花園ラグビー場も農場や軍事協連場となってしまった。なお1941年3月15日には、 大気と同社の参加会社、三宮急行電鉄が合併し、関西急行鉄道となり、さらに1944年6月1日関休と南海鉄道が合併し、近畿日本鉄道が発足した。1947年、第2回国民体育大会関西予選で優勝し、金沢で行われた第2回国民体育大会に出場する。 当時ステータスの高かった国体に出場できたことは大変な栄誉であった。またこの終戦間もない時代の遠征には物資難、食料難、資金難など幾多の困難があったが OB や社員の協力で参加することができた。1948年度の第1回全国社会人ラグビーフットボール大会に出場。 しかし決勝で、九州代表のハイタン公団に3から57と、大敗し準優勝に終わる。その後も八幡製鉄等の台頭により、優勝を争える力がありながら、なかなか頂点には届かなかった。加えて1952年度については、全国社会人大会の出場も逃した。巻き返しを図るため、近鉄の選手として、初めて、 日本代表選手となった中島義信が同年度限りで現役を引退すると翌シーズンより監督に就任することになった。その斐もあり、1953年度に九州電力と両チーム優勝の形で初優勝。宿敵八幡製鉄が九州電力に地区予選で敗れ出場を逃したという事情があったとは、いえ、悲願の 日本一を達成した。以後、中島が、監督時代に、近鉄は、同大会で5回の優勝を果たすことになる。また、1956年に、九州電力を決勝で破って、第1回大会以来続いていた、九州勢の連続優勝を途絶えさせた。以後、第27回大会までに、優勝8回、準優勝9回に輝いている。特に、 ヤワタ製鉄とは、全国社会人大会で1951年度から1968年度まで、実に12回対戦。うち決勝戦では8回以下を合わせ、社会人チームの二強の一角としても長らく、君臨した。戦績は、近鉄の二勝十敗と大変分が悪く、加えて1958年度は、決勝で、1968年度は準決勝で、 それぞれ8万に敗れて、同大会3連覇を阻止された。1956年度の第9回大会では1回戦から決勝までの全4試合すべてを無失点で優勝し、完全シャットアウト優勝と言われた。この記録は、以後一度も並ばれることはなかった。また、同大会では、 全55回のうち53回出場及び50年連続出場という、偉業を成し遂げたことも有名である。1958年度に開幕した関西社会人、リーグ創設時のメンバーでもあり、第1回大会から11連覇、計17回優勝している。1961年度には、日本選手権の前身である、NHK 杯に出場し準優勝した。 1966年度、1967年度、1974年度には日本選手権でも優勝した。なお、1969年度は全国社会人大会で優勝し、第7回日本選手権の出場権を得たが出場を辞退した。この年の日本選手権は、バンコクでの第2回アジア選手権と日程が重複していた。 多数の日本代表選手を輩出していた関西、社会人 A リーグは事前に全7チームの監督名で、日本協会に日本選手権の日程変更を申し入れていた。しかし、大学の試験時期でもあり、日本協会は日程変更せず、全国社会人大会優勝の近鉄はもちろん、準優勝の豊田事項、ベスト4の三菱重工、京都らは、 関西勢の総意として棄権した。そのため日本協会は、ベスト4のもう一チームの富士鉄釜石に出場を打診し、富士鉄釜石もこれを了承し、日本選手権に出場した。1974年度の日本選手権優勝を、最後に、坂田義弘、小笠原博士らの日本代表経験を持つ選手らが引退し、 さらに1976年度シーズン後に、今里良造や原進も、現役引退。その後若返りを図ったが、強化は思うようにいかなかった。1977年度と1988年度の関西社会人 A リーグで優勝し、その後も A リーグに残留し、全国社会人大会の連続出場記録を更新し続けたものの、 目立った成績は上げられなかった。全国社会人大会には、第1回から最後の大会となる第55回までの間に、実に53回の出場を果たした。この間、優勝8回、準優勝9回、通算137試合、通算82勝、50大会連続出場という輝かしい記録を残した。2003年度に開幕した、 ジャパンラグビートップリーグに参加し、同時に、近鉄ライナーズのチーム名が定められた。2003年度のリーグ戦では3勝8敗で12、チーム中10位に終わり、レカエ戦に回ったが、九州電力に47の24で勝利して、降格を免れた。しかし、翌2004年度は2勝9敗で12チーム中11位に終わり、大会規定により、 トップウエスト A リーグへの自動降格が決定した。チームはこれまで企業の福利構成を目的とした部活の一環として経営してきたが、2005年度からは企業のシンボルスポーツとしての独立組織に一新させる方針で運営予算も増額された。また責任者として OB の今さと良造を抜擢した。2005年度はトップウエストエリーグを7戦全勝で優勝し、 チャレンジマッチに進出。翌2006年度から、トップリーグが14チームに拡大されるため、3チーム中2くらいまでに入れば、自動昇格による復帰を果たすことができたが、日本 IBM ビッグブルーに0から39、コカ・コーラウエストジャパンに12から15と連敗し、入れ替え戦でもトップリーグで全敗した、福岡サニックスブルースに20の46で敗れ、 復帰を果たせなかった。2006年度はトップウェスト A リーグを2連覇してチャレンジマッチに再挑戦。自動昇格をかけた三菱重工相模原との最終戦に31から32の僅差で敗れ自動昇格を逃した。さらにその後に行われた IBM との入れ替え戦でも終盤間際に同点に追いつかれた。この場合、大会規定で トップリーグのチームが残留するため、近鉄は2年連続して、トップリーグへの復帰を果たせなかった。2007年度のトップウェスト A では、上位3強プレイオフ制度があり、3位以内に入れば、チャレンジマッチ出場をかけた、プレイオフに出場できる。トップリーグから降格してきた、ワールドファイティングブルと、ホンダヒートに敗れたものの、かろうじてサニで、プレイオフ進出を決めた。 プレイオフでは、ホンダ、ワールドを撃破して、トップエスト3連覇を果たし、チャレンジマッチ1の出場権を得た。チャレンジマッチでは、松田ブルーズ・マーズと横川電機に解消して1位で、トップリーグ復帰を決めた。また33年ぶりに、日本選手権に出場し、1回戦で、慶応義塾大学を破ったが、続く、トヨタ自動車戦は、大接戦の末破れた。 2008年度は、ピーター・スローンをヘッドコーチに招聘し、トップリーグ昇格チームながら、開幕に連勝、上位チームには勝てなかったが前線死亡ナスポイントを獲得した。下位チームには、確実に勝ち、2試合を残して、自動降格を回避した。また最終節を待たず1 0位以上が決定し、入れ替え戦も回避して、残留を確定した。 最終順位は14チーム中9位であったが、復帰1年目としては好成績であった。2009年度は、さらなるステップアップを目指し、大西翔太郎、高忠信、伊藤太出身田中正澄など、関西出身の実力者を補強。さらにレオン・マクドナルドというビッグネームの補強もあったが、負傷者とコンビネーション不足などが影響し、11位と、 なり入れ替え戦に回った。しかし、入れ替え戦では横川に勝ち、トップリーグ残留を決めた。2010年度は、リコギアが加入。また、コンビネーションも向上し、しばらく勝てなかった神戸成功やトヨタ自動車を、破るという金星を挙げた。最終順位は、トップリーグ最高体の9位であった。なお、ピータースローンヘッドコーチの契約満了に伴い、 前田隆介コーチが2011年度より監督に就任することになった。2011年度は開幕3連勝などの快進撃でチームとしてはトップリーグで最高位の5位に食い込んだ。翌2012年度は中位チームとの対戦で取りこぼしが多く7位で終了した。2016年3月には前田隆介監督の退任に伴い坪やきらが 監督に就任した。しかし2017年度は最終順位で16位となりトップチャレンジリーグに自動降格となった。2018年度はヘッドコーチに全15人制女子日本代表監督である有水氏が就任。トップチャレンジリーグのファーストステージは全勝で通過したがセカンドステージで失速し3位となった。入れ替え戦に出場したが ヒノレッドドルフィンズに敗れ、1シーズンでの昇格はならなかった。2019年度、バックスコーチに、ショーン・ヘジャーを迎えアタックを一新。トップリーグカップのプール戦を4勝1敗で終えるも、神戸成功戦での敗戦が響き、決勝トーナメント進出を逃した。2021年7月16日、新リーグ。 ジャパンラグビーリーグワンの2部リーグに振り分けされることになった。同日、近鉄ライナーズは2022年1月に開幕する新リーグでチーム名称に花園ラグビー場を入れた花園近鉄ライナーズに名称を変更すると発表した。全国大会最上位リーグ会、リーグトップリーグ創設以前、トップリーグ創設以降2021年度のスコッドは次の通り、 太字は、今年度からの新加入選手、野中翔平。ありがとうございます。